フェのなんだっけ、こだわりと偏見の手抜き料理のお時間になりました。今日はちょっと賞味期限がギリギリのもやしを炒めてます。何にしようかな、半端な時間に作り出しちゃった。見えてる？見えてるね、大丈夫だね。とりあえず七味、入れて、塩入れて、何しようかな。辛いりになってるんですけど、油入れろよってな。はい、油。本日ね、2017年の12月の21日でございまして、そろそろ寒くなってまいりました。なんか温かいもん食いたいなって感じ。ということで、なんか半端な時間だけどラーメン作っちゃおう。屋台豚骨味、まずなんだっけ、お水450cc。 はい、めんどくさいからここに入れちゃう。はい、450cc のお水。なんて大胆、大胆不敵なやつ。なんだっけ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 、うんとね、ここにねキャベツがあるから、キャベツも入れる。あんまりたくさん入れないように。うん、見つかった。キャベツはちぎって入れる。ちぎっては入れ、ちぎっては入れ、ほい、ちぎり入れ。なんでかっていうと、まな板がなくて切る場所がないから。こっちも簡単なのに。はいはい。さあ、お湯が沸いてまいりました。開けるよ。味のマルタイボラーメン。よくしょ。じゃーん、おっと、よいしょ。はい、麺を入れます。うん、うまくきれいに、いいよ。パラ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 。これ確か煮込み3分。はい、3分煮ます。具は野菜だけ。この中途半端な時間に食うからいけねえんだな。なんか激しく変化してるんですよ、画面。君は砕け散った夢のかけら、一つ一つ小さな
その手で集め、興味を引いてないんだっけ、一旦やり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよって歌いながら作っちゃう、今日この頃。どうして生きているの、君は僕に尋ねたけど、答えを急ぐことはない。やがてわかるか。ドドドドド。調味料投入。まだ3分経ちません。でも入れちゃう。丼出さないな。フライパンから食やったらいねえぞ。お丼ちゃんを探す。はい、3分経ちました。3分経ったら火を消してスープを入れる。玄関開けたら2分でご飯って違う。よいしょ、はい、できた。はい、とりあえずこれスーッとこう絡めて、よいしょよいしょ。んで、置けるかな、ここに。置けましたね。これが置けないと非常に計画が危うくなっちゃったのでした。よいしょ。また頭ぶつけちゃったよ、また。うわ、マルタイ棒ラーメンの季節。棒ちゃんじゃねえよ、クレヨンしんちゃん。違う。はい、野菜たっぷりマルタイのなんだっけ、屋台豚骨味ラーメンだ。はい、完成です。よいしょ。ちょっとあれかな、彩りに。これ後で戻るだろう。わかめと、まあ自分で組んだからどうでもいいんだけどね。ちょっとトッピングに青のりかけたりなんかして。はい、出来上がり。3時のおやつのマルタイラーメンの完成です。さあ、これあと食べるだけ。よっ、はい、ちゃんと映ってる？映ってるね、映ってるね、映ってるね。なんかもうちょっとあれかな、まあいいか。はい、いただきます。先ほど作りました棒ラーメンをいただきます。よいしょ。へへへへ、マジ大丈夫だよな。うんうんうん、うまい。一番いいや。結局混ぜちゃえば一緒じゃん。だって
辛いね、この乱切りさ加減最高だわ、あったか。超うまいわ。今日ので分かったね、フライパンでもできるよこれ。すごい。いけるいける。よくラーメンとかうどんの汁残せって言うけど、無理だね。これにはできねえ。味がたまらないね。まあ、ご飯入れると合うと思うけど、ちょっとあとでまだまだ晩ご飯を食べるつもりなんで、ご飯には手をつけません。てか晩飯何しようか。やっとごい。最高にうまい。はい、ごちそうさまでした。
以上 PD カフェでした。 PD カフェ横浜支店支店長の HY でした。どうも。よいしょ。